どうもスノーマンです。僕たちは今見ての通りお寿司屋さんに来ておりますと。イエーイ、ありがとうございました。お醤油、まあ、いっぱい食べましょうね。いただきます。イエーイ勝利。謎解きバトルでね、勝ったあの5人の B チームの代表でラウール、あのそのラウールの食べたいものを当てるという、当てればみんな食べ、あ、他の当てた人も食べれるという。この前の目黒くんの天ぷら塗っとけばさ、そしたらさ、結構寿司ネタって多いじゃん。ありますよ。それを選ばなきゃいけない。いや、あのそれをもう絞ってあります。お委託だったり、選択だったり。大丈夫だよ、大丈夫です。お腹減っちゃって。でも、あれだ、ラウールはちゃんと全部食べれる。いや、もう一番食べたいやつは先に来ました。マジで。で、ラウールがいいんですけど、一番最後に正解した数が多い方、お MVP として、おここの名物を食べれます。マジで食いたい。早速でさ、第1問いきます。はい、最初は何といこう。あ、これです。もう分かった。 A、はい、生サーモン、 B、ウニ。はい、うわー、はい、分かりました。分かりました。これ、あの質問はいいですか。全然大丈夫です。はい、正直この1問目はもうしなくても分かりますね。まあ俺も分かる。俺も分かる。いや、でも俺多分言ってると思います。結構ぼちぼち。じゃあ色で言うと黄色とオレンジどっちが正解だね。まあでも確かに意外となんか味覚とか大人っぽい味覚あるんじゃないかなとは思う。塩辛食べれるのは。あ、塩辛大好きです。うわ、これはいい。じゃあなんか大人な感じなのかな。もういけるな。だね、せーの、うえー、はい、順番にいきます。はい、サーモン、はい、ウニ、ウニ、サーモン、ウニ、ウニ、サーモン、サーモン。じゃあ、え、めっちゃ割れてるよ。え、4-4か。マジで。じゃあラウル正解をお願いします。生サーモン。うっそー、くそー。ごめんなさい、なんか正直、いや、ウニも大好きですけど。そうだよね。あの、俺、多分一番サーモン好きなんですよ。ちょっと待って、もう緊張してきた。なんで？多分美味しすぎてベロなくなっちゃう。逆にね。わーい、いってらっしゃい。うまそう。顔いいリアクション。僕がなくなっちゃう。それぐらい美味しいってことだ。好きなんだろうな、サーモン。サーモン大好き。みんな美味しい。やばい、超うまい。超うまそう、やばい。うまっ、うまっ。これはやばい。やばいですね、これ。目がね、分厚い。プリプリ。これ食べれないとすげえ苦しい。悔しいじゃなくて苦しい。A、イクラ、B、エビ、C、カンパチ。やばい。これちょっと迷うわ。決まった。いやだって多いよ。でもこれちょっと難しいよね。決まった。確かに決まった。 A と B の後の C の違和感はちょっと、そう、それは気になる。確かにもう決まった。分かると思う。でも決まった。質問は、質問してるんじゃない。だって食べてるのを見たことあると思う。俺はもう、そう、俺はもうそれで覚えてる。え、だってさ、俺これ言わないよ。ラウール、それ以上は多分すごく普通にヤバいやつ。なんで、お前らは分かるやん。なんでルールがさ、お前らちょっと一緒にないか。残念だったら、俺とラウールは一緒にいる時間が長かったな。はいはいはい。それは、親子ですか。親子ですか。ほぼ一個の答え聞いてるよ。せーの、いくら。はい、エビ。エビ、イクラ、イクラ、カンパチ、エビ、イクラ、イクラ。じゃあ、いきますよ、ラウル正解をお願いします。せーの、イクラ。あはは、見たか。ラウルはいつもサーモンとイクラの釜飯食う。そうだよね。そういうことか。俺それ途中で思い出したんですよ。俺イクラとイクラ迷ったんですよ。でもあれ、誰かカンパチ、あれカンパチ、違う違う違う、好きですよ。食べたことあります。美味しいよね。俺超好き。いや、だからそれが傷つく。やっぱお腹減ってるから、やっぱみんなイライラしてる。マジだから。ずっと輝いてる。楽しみですよ。やばいな。ちょ、マジ絶対そしろ。では、いただきます。美味しそうね、これね。美味しそう。今のよね。すごいね。一粒一粒のイクラたちが、僕に
積極的に入ってくれる。あーそうだな、噛めば吐き気走れるうめぇマジでうめぇ見てくださいこれ、なにこの子が自分やだったらめっちゃうるせぇじゃん見てよ見る自分がだったらめっちゃうるせぇじゃん、見てる見てるすごいよ、いただきます。食べやゲッツ優勝ゲッツ、もうね、ね、ま、口の中にね、幸せバグダが大爆発する幸せバグダ、あ、カンパチ兄さんがカンパチ兄さん、あ、さん今あの、お腹減りすぎて冬眠時期熱いのに。A、アサリ汁B、赤だし C、アラ汁おいおいおい、これやだぜ。これさ、正直本当にこれはどれも食べたことないです。あ、これ誰もどれも飲んだことないの？どれも食べた。でも興味があるやつがあるって。いや、なんかちょっと行ってみたいなみたいな好奇心で一個選びました。え、これはさ、見て決めたりはしたの？一応写真とか。まあ写真は一応見ました。その中で引かれたやつ。あ、もう決まった。俺は分かった。俺分かった。俺も分かった。まあこれはこういう感じなんだろうなっていう予想しかないです。その味的には。うん、いやでもね、味的にっていうのもなんかちょっとごめんなさい、なんか迷わせちゃってダメだなんかね、こっちも魔性の女みたいだな。じゃあ今何も入ってないから頭回んなかった。せーの、あら汁。はい、なに、あさり、あら汁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 、あさり汁、あら汁、あら汁、やば、できたな、俺。えっ、正解はお願いします。おこどし、まさかの夜の迷った。あれ、あれ知りました。いや、いや、あれでもね、ちょっと迷った。俺は気まぐれクック見てるから、そのなるほどね。そう、その飲んだことないのであれば、赤だしは多分自分の想像とは違う。違う、違うと思う。えぇ、ヨド来たよ。はい、というわけで赤だしだ。赤だししました。うわ、うまっそ、マジで。どう、どうラウル、え、茶色だ。飲んでみ。え、赤って何の赤ですか？あの、味噌よね。あれ、おでん、おでん、酒場まで出てきた。酒場まで出てきた。いきます。ちょっと待ってよ、これ A、本ズワイガニ天ぷら B、ゲッソー、ゲッソーから揚げ C、カツタコポン2、カツタコポン酢ね。全部うまいじゃん。ちょっと待って、いや、もうお前はもう決まった。俺も決まった。俺も決まった。俺も決まった。やめろ、これじゃん。こんなん3問だよ。じゃあ、じゃあ実際の戦った時、戦った時の話、自分の中で、自分の中でカニとイカとタコだとどれが強いと思う？ああ、そのファイトしたってことか。カニじゃないですか、やっぱ武器持ってる。ハサミ。あ、いや、分かった、タコだ。タコの方がまだ引き付きで、なんかこれ何なの。せーの、カニ。カニ天ぷら。はい、タコ、ゲソ、カニ、カニ、カニ、ポンズワイガニ、ゲソ、カニ。じゃあいきますよ、ラウル。せーの、タコポンズ。何なんだよ、何なんだよ、さっきから斜めに見てるんだよ。じゃあ何タコポンズなんだよ、お前。タコポンズって超うまくないっすか？いや、うまい。まずラウルタコ好きでしょ。タコ好き。めっちゃ言ってません？あ、それは言う。それまず第一の案やん。これ今回学んだことがある。何？こっちの立場結構イラつく。ああ、きつく。だろ？だろ？だろ？そうでしょ。え？想像して。いや、待って、えげつい、えげつい。これ、うわ、最悪。小皿出てるね。ありがとう。なんか、見た目いいと思う。いいっすね。え、だってさ、小鉢で来ると思ってた。そう、ちっちゃいのね。どう？ありがとう。やばい。コリコリ、コリコリしてる。うん。あ、出た。そっちじゃないよ。そっちはね。おいしいぞ。大事だけど。大事だけど。やばそう。タコ食えよ。タコ、タコ。面白い。最高。さっきはだって。さっきは、イクラの時。ゲームで最初に殺されたのと同じ顔。イクラの時、あんな生きてたのに。
はい、というわけで次がね、ラスト問題なんですけど、あ、ここでちょっとポイント一回整理しますね。やりましょう。深澤2ポイント、はい、浩司2ポイント、翔太2ポイント、目黒2ポイント、佐久間1ポイント、光、伊達さん、阿部ちゃん0ポイントです。あ、ゼロいるんですね。はい、まあでもその本来だったらやっぱりそのなんだろう、逆転するために5ポイントとか、うん、なんか大きい点数を上げるんですけど、そうだよね、うん、お約束だもんね。今回はなしで、ガチでね、やっぱガチでやりたいですし、でも別に次正解すれば食べれるは食べれるんですよ。得点が並んで勝った人も、はい、その人数の人で名物食べれる。あ、もうそれはそれでいいんじゃないですかね。じゃあ最初問題、最初問題来たよ。お願いします。うわやばいっすよ。 A 本マグロ中トロ、B 本マグロ中落ち、C 本マグロ大トロ。この中に、この全部のメニューの中で一番最初に選んで一番食べたいものがある。それは食べたことある？正直見たことしかないです。見たことと、あと情報は知ってます。そのサバカとか見てるから。なるほどなるほど。もう俺は言うことしかないんだよ。食べたことはないけど、見ても多分ないっす。映像とかで見てもそういうことです。まあ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 、あんまり聞くなって。行きましょう。まあ、もうこれしかねえ。もう決まった。もうかける。今までの階段の癖があるじゃん。いや、それが本当にある。ずっとさっきから何か言うやん。そうなんだよ、ラウールは。せーの、おーっ、はい、絶対しかった。はい、え、中落ち、はい、中トロ、大トロ、大トロ、中落ち、大トロ、中落ち、大トロ、こっちが大トロ。マジか、マジか、マジか、マジか。いきますよ、じゃあマジかよ。もうお願いします。いきます。はい、うわぁ、どっちどっち、え、どっち、あっしゃー。いや、チーム平面、チーム平面、平面やりましょうか。中落ちってあれですよね、一番油が多いところですよねっていうのを知ってて、興奮っていうので言っちゃった。見てもらってる方は分かると思うんですけど、俺一番最初に喜んでたんですよ。喜んでました。VTR 見てたの。 VTR 見てたの。うわぁ、どっちどっちどっち。あ、でもすっごい今恥ずかしいです。中落ちを食べれるのは今回4人ですけど、まあ、これそれと同時に今 MVP が決まりました。MVP は浩司とメグです。イエーイ。はい、というわけで来たので、じゃあラウルから先に食べます。いただきます。念願のほら、うちということで、ね、いけ、いいよ、いいよ、美味しそう。うまそう、マジで。どう、念願の、すごい油もめちゃくちゃしっかり乗ってて、めちゃくちゃうまいです。おー、そうなんだ。やばい。うわ、嬉しい、一食目。いやー、うまいな。うまいっすね。めっちゃうまい。うまい。マジ。一つ目これって、やべえ。うん、よかった。翔太、寿司食いに行こうぜ。あ、行こうな。油がいいね。俺も入れてくれ。おお、うわ、やべ、ちょっと見えた。いや、なにこのお皿、もう怪獣大戦争だよ。やべえよ。いただきます。ラウル、エビ、キリ、エビ、これキアゲ、キアゲ、あ、いや、かき揚げ大好きなんだよ。そのまま、うわ、でかい。待って、お皿じゃ収まりきらないよ。そうだ、俺の顔よりでかい。ゴジラだよ。見て、ラウルの目もあるから。お食べていいっすか。いや、もう行けよ。行け、もう俺置いていけ。ハハハ、それ置いてってるの。目黒豪快だな。どうだよ。そうなんだよ、伝えてくれ。貸してよ。これやばいね、まだ食べずに。じゃあいただきます。うわ、うわ、うわ、最悪。うわ、うわ、最高。最悪。あぁ、プリプリ。ハハハ、衣もサクサクしてる。あぁ、いいね。あとタレが、そう、タレがめっちゃうまい。もうずっと食べ続けてください。はい、もう私たちは疲れてしまったので、今日はこの辺で YouTube を終わりたいなと思っております。はい、以上、スノーマンでした。うまっ、うまっ、最高だよ。どう、うまい。野菜残すんですか。残さないかな。あれ、やめろ、やめろ、やめろ、これさ、一
人一人やってこいよこの企画は。そう、確かに確かに確かに、それはそれはもう今2人しか得してない。目黒とラウルだけを後ろにしてる。